はい、えー、夢さん、どうもです。えかぶくん、先ほどのえー、羽生さん推しのブログがえー、削除されることがあったと書きましたが。がえー、ご本人が削除したのではなくてえー、突然他からですねえー。削除されたようです。なるほど。 なんか変な力でも働いたのかなと勝手に想像、えー、前には羽生さんの公式ツイッターの偽物がたくさん出てきて、えー、皆さんが削除してほしいと何回も元に訴えたんですがいつまでも凍結されずずっとそのまま。 なるほど。えそしたら、ある、えー、マスコミがそのことに、えー、気が、えー、について記事にして報道したら、えー、即にアカウントを凍結しました。えー、マスコミの力ってすごいなって思いましたが、えー、なぜすぐに凍結をしてくれないのかなかったのかなと思いますあ。本当ですか。なるほどですねうん。マスコミにはビビって本人が削除したということですかね。うーん あのちょっと分かりませんが、皆様の,、まあ、あの報告だと、ダメっていうことになっちゃうんですかね。うんまあ、結構やっぱり審査とかは、ね、するかと思うんですけど、やっぱマスコミの力って強いんですかね。うんまあ、どれぐらいの方がまあ報告をしたのかっていうのは羽生選手とファンの皆さんがみんな報告をすれば、結構力あの強いと思うんで、消えるとは思うんですけど、なるほど、そういうこともあったんですね。 うん、このブログ、えー、羽生さん推しのブログが作図された件は、えー、何か変な力が働いた可能性があるちょっとなんか怖いですね。うん。えー、レコピアクラーさん、どうもです、えー。カブさん、おはようございます。今日すごいことありました。何でしょうか。羽生結弦選手が夢に出てきましたよ。うん、素敵ですね。はい。結構私の夢に出てくるんですが、今回は、ゆずくんも私も高校生くらいのおお これはなかなかの話ですね。えー、くらいになってて、同じ、えー、クラスの友達で。 私や他の子がゆずくんの足とか触れて、触って、あ、足か、足ですね。足とか触って、えー、細い細いって言ってるんです。これちょっと、すごいですね。えー、体触ってしまいました。いや、これはいけませんね。ファンの皆さんすいません。ファンの皆さん、えー、すいません。でも、えー、実際のゆずくんは細いけどガリガリっていう感じではなく、えー、筋肉質ですよね。やはり夢ですね。うんいや。すごいですね。こういう夢って見たことないですね。 あのもちろん好きな人とかねまあありますけどもそういうので夢に出てくるっていうことってないので相当ですねうんはい頭をくさくさえー、っとええして立ち去りましたえかかかかかか,かっこいいっていうね <laughs> はいき音になっちゃいますねここはなんか今日は一日幸せうんいやなんか伝わってきましたねあの結構やっぱ夢に出ててくるっていうのは あの好きな人とかが夢に出てくるっていうことってあるはあるんですけど体を触ったりっていうのは結構ないんですよねなのでなかなかのいい感じの夢ですね高校生になったねあの羽生くんとねえっとルコ・ピアクラさんが高校生になってそれでこうなんか青春を一緒にこう歩って土手とかを歩くシーンなんか想像してしてしまいますけど足を触るね夢っていうのはちょっとなかなかのね うん、ハイレベルだなって感じました。はい。では、かバさん、仕事に行きます。うん。はい。えー、マスミンさんどうもです。歌舞伎サラカ様え、かぶく、そらかれえ、こんにちは。えー、この回の、えー、そらかれさの、えー、コメントにあった、羽生選手がスマホを持っていない、お話をたまに聞きますが、えー、シアプラの動画の時に滑ってほしいプログラムなどについて、えー、ファンからのチャットをスマホで確認していましたよね。あれは、スタッフさんのスマホっていうことでしょうか。 ああ、はいはいはい。それと、えー、羽生選手がそっちで、えー、金メダルを取る前に、カナダの,の TCC で、えー、撮られたドキュメンタリーみたいな、えー、番組で私は見たんです。確か羽生選手は五輪で金を取るためのイメトレで、えー、金メダルの写真を携帯の待ち受けにして、えー、待ち持ち歩きを眺めていました。ということは羽生さんは持ってるんですかねでも iPod かな うん。それとも違うやつですか携帯ですかねということは、当時は携帯があったのかうん。この番組を見た視聴者様の方、視聴者の方、他にいますでしょうかお母様契約のものという可能性もあるかもしれませんが。うん。多分、携帯持ってるのか ?iPod なのかうん。 ちょっっと分かってこないですよね。それと、かぶくんの言ってた、えー、ロ o l a n もスマホを持っていないの件も気になりました。うん。ロ a n d は確持ってなかった気がするんですよね。違いましたっけそらカズ様の、えー、見た、えー、トップ10、うん、記事には名前はありましたか、えー本当だとしたら 彼の場合は自分と話せるのはレアだという気象価値を高め、えー、さらに人に自分と接したいという欲望を持たせる心理,心理作戦かなと妄想をしてしまいました。うん。あの、ローランドのね、えー、ローランド、ザ・ローランドショーっていうね、あの、YouTube があって、僕よく見てるんですよ。で、その中でかなり一年、半年は一年ぐらい前かな。で、あの、携帯とか雑念が入っちゃうものは見ないようにしてると。で、 あの結構本も読まれてるという話があって携帯持ってるんだけどあの友達にか預けてもらったりとかなんかそんな話あったと思うんですよだから全然持ってないっていうわけじゃなくて持ってったとしてもあんまりこう触んないような工夫をしてるみたいな話あったんでそんな感じなんじゃないですかね多分うんまあ真相はちょっと分かりませんけどもねうんまあもしかしたら携帯秘密の携帯ちょっとあるかもしれませんよね うん、みんなには入れない携帯とかなんかありますよね。あの、よくね、あの、旦那さんがね、奥さんには知らないで違う携帯を契約してるっていうことがよく聞きますけどね。はい。またそれはちょっと別の意味かもしれませんけど。えっ、ー、と、あと部子さんどうもです。えー、かぶくんこんばんは。えー、スポーツ報知の写真はいいですよね。矢口亮カメラマン。今はフリーダンスかなの写真は大好きです。うん。はい。ね、ということなんですけども、矢口、えー、カメラマン。うん。えー、 マイク・バーキュラさんどうもです。えアトベ・ヨコさんもこんにちは。矢口カメラマンは、羽生くんに限らず、他のフィギュア選手もいい写真を撮っておられますね。僕もこの人の写真大好きですよ。うん。はい。そして、アトベ・ヨコさん、こんにちは。はい。クリベスの写真ももちろん見ました。どれも素敵な写真を撮られるカメラマンです。うん。えマイク・バーキュラさんもいっとです。えカブくん、こんにちは。ファンタジー・オー・マイスは、神戸全滅でしたが、 証拠にですかね小コリもなくですかねうん、もなく、えー、こりあもなくですね、二次募集に申し込みました。えー、まだまだ諦めませんよ。えー、小林、えー、信康、はっきり言って野球しか知りませんよ。えー、なんと言っても高校。 球になり損なりった、えー、野球少年です、えー、週刊誌にコラムを持っていますが、えー、出てくるのは野球選手はほとんど、えー、せいぜい陸上と格闘技の選手くらいですということみたいですね、うん、あんまりだからスケートはあんまり興味がない感じなんですかね他の選手に対してなんかは特にポジティブな感じで羽生君だけっていうわけじゃないですかね、うん いまいちょっと実態がよく分かってはきませんが、えー、酒場さん、よろしくお願いします。えー、ノエル滝野様、新潟仙台、当選、おめでとうございます。いや、本当ですよね。うん。運が結構ついてきていますよね。たくさん楽しんできてくださいね。いいな、ご報告を待っています。いやーね、いいなっていう声がね、聞こえますよね。あの、ノエルさんは、えー、っと、乗ってステラータで寝てしまったという美容伝をお持ちですので、えー、ファンタジーはね、あの、なんか、 違ったビューデンを楽しみに僕はしてますんで、えー、コメントをるまでがファンタジーっていうことわざがありますんで、うん、楽しんでいただければなと思います。でもなんか、羽生君のショー、えー、少しまあ、YouTube でチラッと出てたのを、えー、と友達と見てたら、行きたいなって言ってましたねやっぱ。やっぱね、ショーやっぱり、でもね、僕ね、ショー行きたいですね。うん、でもあんまり周りが人がいるとちょっとね、苦手だったりするんであ、ショー行ってみたいなってちょっと思っちゃいますね、やっぱね。 Mm-hmm. むいぴー、MVP、さん、よろしくお願いします。かぶくん、こんにちは。えー、先週、石器製みやびのお店に、えー、行ってきました。羽生くんのフォトブックを2種類ゲットするためです。えー、綺麗な店内に、かぐわしい香り、かぐわしい香り。えー、大大きなモニターには、美しくポーズを決めた羽生くんや、演技中の麗しい表情の羽生くんが次々と映し出されて、えー、その前にゆったりと腰をかけてと、とても良い気分。お肌の診断から始まり、一つ一つの商品の説明、 を丁寧に受けながらつけ心地を試したりもしていたからだんだんお客さんが増えてきて平日なのにやがて順番待ちに、うん、お隣のお会計の会話が聞こえてくるとはいこれフォトブック2冊プレゼントになりますって、えー、皆様目的は同じようなのです。 私も商品の最終決定になると、店員さんは商品の効果よりどんど,んあど,れ,とどれとどれを買ったら2万要請円になるのかと言い始め、電卓を叩き出したから笑ってしまったということですね。なるほどえ無事、フォトブックの応,用応募用のポストカード2枚をもらい、このポストカードの羽生くんがまたかっこいい、さらにギフトのミラーも3個ゲットして5万円と渡してございます。このキャンペーンは4月30日まで、オンラインショップでも OK です。 フォトブックは花とンの2種類があり、後世のインスタで中身の紹介をされています。うん。推し活はお金がかかりますねえ。皆さん工夫して頑張っています。電卓ね、あの、持ち歩いてるというようで、羽生選手のグッズに電卓っていうのもちょっとね、どうでしょうかっていう感じしますけど今年のサラリーマン川柳は、さらっと一句、私の川柳コンクールと名前が変わり、今年の戦線 100選の中に推し活について2つあったんでご紹介しますえ。気質だったらごめんなさい。推し活で潤う心、減る貯金。最近の母は推し活、え父子活ということだしですね。<laughs> はい。面白いですね。はい。でもこれ最後、笑わせてくれましたね。うん。あそ,そんな感じですね。うん。ね あのでもなんか愛があるなって気がします。なんかね、なんか妻に逆を返すと、ね、あの、父さんはお金をね、出してくれるということですか。愛を感じましたね。うん。父さんお願いしますっていう感じがちょっと、えー、伝わってくるんですけどもね。中にはね、あの、だ旦那さんになかなか言えないで推し活もしてる方もいる中で、この川柳は素敵だなって思います。うん。でも、生きがいで心が満たされていくなら、まあ、僕はすごくいいなって思いますよ。 うんえー、グリーンピーささんんんよろししくお願いします株さんこんにちは、えー、スマホについて現役時代は持ってなかったですがプロになってからをてか iPhone を主張しているあ本当ですか iPhone を主張しているということみたいですよあのー、うんなるほどですね、えー、そして乗ってストラータでは、えー、練,習練習で自身の iPhone で曲を流してイヤホンをつけ、えー、自分だけに音が聞こえる状態で 10と1のレクイエムを滑っているようでした。おそらくですが、ハニュープロが使っているのは iPhone 13のグリーンだと思います。うん、あ、本当いうことらしいですね。そこまで。うん。えー、それらしいですよ。皆さん。iPhone 13のグリーンなんではないかという可能性ですよね。えー、プロになって YouTube やインスタの投稿などに iPhone が便利なんでしょうね。うん。あ、そうですよね。YouTube とかやっぱされてるっていうことですから、やっぱりなければいけないということでしょうね。うん。ね。 あの以前もなんかエゴサーチもするみたいな、でもこれはパソコンとかででしょうかね。うん、はい。ということなんで、使われてるということですね。うん、おそらくは。うん。マザールリアさん、よろしくお願いします。えー、かぶさん、いつもお疲れ様です。えー、ノエル・タキノ様、えー、宮城、新潟、当選、おめでとうございます。えー、だめだったというコメントがあったんで、黙っていたんですが、実は、おファンタジー OS 宮城公園、スタンド席、2枚当選しました。 おめでとうございます、はい、隠れ当選だったんですね。あの、かぶくん、隠れ当選の方、結構いるんじゃないですかね。うん。えー、いる気がしますね。なんか、言うと、やっぱりこう、なんかね、ちょっと、いいなとかっていう人もやっぱ結構いると思うんで、やっぱ、遠慮して言わない方は多分いると思うんですよね。うん。なので、あの隠れ当選だったんですね。うん。えー、すでにファミマでも支払い済みです。今まで申し込んで、いつも全応しちゃったんで、 ななんんだだかまだ信じられないんです、うん、夫がスマホから申し込んだんですが、一緒に行くのかと思いきや、リフ・宮城積水ハイ,スハイムスーパーアリーナまでついて,行ってもあついて行ってもいいけど、終わるまで外で待ってる。楽天の試合なら見に行くんだけどと言われて、じゃあなぜ2枚申し込んだんだか考えていることがさっぱり分かんないですおお、そういうことなんですね。でもこれ2枚ともチケット取れたっていう感あ2枚当選したんですね、うん。ってことはお友達と行ったりとかですかね。 うん、当日何とかして、あ夫を会場の中に入れる方法はないかなとおこれは、どうでしょう、このさん、何かありますかね。うん、皆さんに聞いてみたいと思います。夫を中に入れる方法は何かありますかね。うん、そうですね、何か必要でしょうかね。うん、怪我をして手術を受けてから、どこへも行って、とあの行ってもトイレを探してるんで、えー、それも不安なんですけど、えー、6月だから水分補給しないわけにない。うん いかななのでそれが気になります、えー、羽生選手が賞を当てる賞はチケットが入手困難なので贅沢な悩みなんですがうん事実は分からないけれどもしかしたら羽生選手家族の中では譲るが呼んでいるかもしれません。 あ、本当、譲りが呼んでいるかもしれませんね。記者会見の時に、羽に譲ればと話していましたし、私と言ったり、えー、僕と言ったり、俺と言ったり、使い分けをしているのかもしれませんね、うん。いろんな呼び方がありますよね。同じ年の28歳、え息子が、弟たちの前ではお兄ちゃんがと言い、うちら、え親の前では自分のことを○○がとよく言っています。あ 本当でですすかなるほどですね羽生選手、えー、僕の場合は、まあ、僕って言ってますけど、あの俺っていうことはね、あんまり恥ずかしくて言わ,ないんです言わないんですけども、羽生選手は俺って言ったりもしますよね。うん、なかなかそのね、一人称っていうのかな、うん、そんな感じですよね。あのよく うちわとかっていう人もいますよね。うちわとかあの、あとは何だっけ。えー、自分のこと名前で呼んだりとかね。うん、あと、女性の中でも、あの僕はって言う,、ね、う人も中にはいると思うので、結構いろんな呼び方がありますけどね。うんまあ、とりあえずですね、おめでとうございますですよ、本当ね旦那さん、ぜひ、えー、連れてってほしいですね。うん。えー、あと部陽子さんマザー・ルリア様へ えっと、ファンタジーオンアイス、宮城公園、チケット当選、おめでとうございます。旦那さんと一緒に行けるといいですね。うん。何かご褒美が必要ということでしょうかね。でも、羽生さんの演技を見るっていうことがご褒美かてを僕は感じるんで、いや、これはこんなね、あの、なんだっけ、えっ、ー、と、 機会はないですのでね、ぜひともっていう感じはしますが。えー、マザードリアさんコメントありがとうございます。あと美容子さんも、時、えー、めせいかれるんですよね。えー、楽しみですね、えー。ずっとご用意できませんでした。メールばかりでしたが、えー、当選の文字はやっぱり嬉しかったです。うんいやよかったですね。本当に。うんあの皆さん、運が向いてるんでしょうかね。向,向いていった向、向いていったというかね。うん。あの、やっぱりでも、 中には取れなかった方もね結構いるかとは思うんですが隠れ当選の方もいるということだと思うんでうんはいちょっと嬉しいですね、うん、是非旦那さんも行ってほしいですねはい。 えっと、ドリさん、こんばんは。よろしくお願いします。ご当選された方、おめでとうございます。私は、羽生さん、三田さんに CS 契約をしたので、もっぱら画面観戦なんですが、横浜に住んでいる横浜公園の際には、近くに殿がドキドキします。スマホや PC を持っていないので、こうして時々ネットカフェに来て、投稿させていただくので、お題に送れます。あ、なるほどですね。うん。白様の動画で、1ヶ月ほど前に、春風、 チャン・フェングさんですね。チャン・フェングさんは。これは中国人の方ですかね。が、えー、YouTube にアップされた、「羽生渦中国語あなたは優しく」は、えー、3分ほどですが、えー、映画の白と、えー、千のシーンと、えー、羽生さんの白様が、えー、重ねて表されて、私個人的に好きです。うん。ねえ、あのシーンですかね。あの空飛んでるシーンかなと思うんですけど。白と千のシーン。あ、多分そうですね。 右は,右はやみ琥珀川だっけなんかそんな名前だった気がしますね。うん。あのシーンね。ですよね。確か。うん。でも、白は、時々なんか、冷たくなったりしてましたよね。うん。未だに分かんないんですよね。エレベーター乗ってる時に、セ、え、ン、ー、が白に話しかけた時に、なんか、気安く呼ぶなみたいな感じで、冷たかったりしたんだけど、その後におにぎりを渡したりして、優しくなったりしたり。うん。なぜ、ああ、なるのかなっていう。ちょっと、センも、 ハクさんも、あれかな、時々やっぱ繊細なのかなっていう、繊細さがやっぱあるんですかね。うん。そこもなんか重なったりするんですかね。ちょっとそういったなんか、もう一回映画を見たくなりましたね。うん。でも、あの時は確か、線が、なんだっけな、あのー、ね、なんか、おにぎりとかなんか食べて、食べながら、なんか、ね、ハクに、ハクが冷たくて泣いてました、今日はね。うん。そういう、なんか、もう一回見てみたいですね。はい。ありがとうございました。